二等辺三角形丸七。今回は正三角形であることの証明を一緒に学んでいきましょう。さあ、こんな問題です。図で正三角形 ABC の3辺 ABBCCA 上にそれぞれ点 DEF を取って AD イコール B イコール CF としますと、この時三角形 DEF が正三角形であることを証明しなさいというこんな問題です。さあ、今回はですね、ある三角形、今回は三角形 DEF ですが、正三角形であることを証明するっていう問題。正三角形であるっていうことを証明するには、こちら3辺が等しいか3つの角が等しいかのどちらか言えれば正三角形っていうことになります。さあ、今日はこれを頭に入れてですね、この三角形が正三角形であることを証明していきましょう。さあ、証明する三角形は、こちらですね、三角形 DEF、 これです。で、その周りに3つの三角形がこのようにしてありますよね。今日はね、こんな流れでやっていきます。三角形 DEF の周りにあるこの三角形が合同であれば対応する辺の長さって等しくなるよね。例えばこことこことここが対応しているなら、この3つの辺の長さが等しいということができるじゃないですか。3つの辺の長さが等しいっていうことは、この三角形は正三角形っていうことだよね。ということで、三角形 DEF の周りにあるこの三角形に注目して証明を進めてみます。ではやっていきましょう。こちらです。まずね、三角形 DBE と三角形 ECF に注目します。はい、どこにあるのか。はい、三角形 DBE はこちらです。そして三角形 ECF がこちら。この2つの三角形が合同であることをまず証明していきましょう。はい、三角形 DBE と三角形 ECF において仮定より、はい、仮定って書いてあったよね。ここだよ。 AD イコール BE イコール CF としますって書いてあるよね。だからさ、オレンジの三角形の BE と青い三角形のここね、 CF って等しくなるわけですよね。はい、ということで仮定より BE イコール CF が言えるよねと。はい、じゃあ続いてです。三角形 ABC っていうのは正三角形なんだよね。三角形 ABC は正三角形なので、ここまず言えます。この角とこの角、角 A も角 B も角 C もこれ正三角形なんだから3つの内角は等しいということで、角 DBE と角 ECF は等しいよね。こことここは等しいと。そしてね、これ正三角形なんだから AB の長さと BC の長さ、AC もそうなんだけど、これ全て辺の長さ等しくなるよね。はい、こちら AB イコール BC が言えるよね。 AB イコール BC が言えるよね。そしたらさ、 DB に注目してほしいの。 DB の長さって AB の長さから AD の長さを引いたものだよね。はい、書いておきます。 DB の長さっていうのは AB の長さから AD の長さを引いたものですよね。で、もう一つ今度こちらに注目してください。ここ EC の長さ、はい、EC の長さって BC の長さから BE の長さを引いたものだよね。はい、書いておきましょう。 EC の長さっていうのは BC の長さからBE の長さを引いたものだよね。はい、そうするとさ、 AB の長さと BC の長さって同じだよね。そしてさ、仮定より AD イコール BE イコール CF って書いてあるよ。 AD の長さと BE の長さ、これも等しいよね。だから DBEC ってさ、同じものから同じものを引いてんの。ってことはさ、これ同じなんだよ。同じものから同じものを引いてるってことは、これが言えません？ここ DB と EC って同じじゃないと。そうだよね。例えばここが5だとしたらここも5、ここが3だとしたらここ3、5-3、どちらも 5-3 で書いてあるのと一緒なんだから、DB と EC って同じだよね。はい、書いておきましょう。
DB の長さと EC の長さって一緒だよね。はい、そしたらこのオレンジの三角形と青い三角形見てみるとさ、2辺ね、2辺とその間の角が等しくなっていますよね。はい、ということで1、3、6より2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいということが言えるから、三角形 DBE と三角形 ECF は合同だねって言えるじゃないですか。合同な図形の対応する辺の長さは等しいんだから、DE の長さと EF の長さは一緒だよね。はい、こちら DE の長さと EF の長さは同じだよね。 DE の長さと EF の長さは同じ。じゃあ続いてですよ、今この三角形とこの三角形の合同を証明したでしょ。じゃあ今度さ、この三角形とこの三角形を証明してみましょうか。こちらです、 BED とADF、 はい、BED と ADF、 この2つの三角形が合同であることを証明していく。待って、また同じことをやるのって思うよね。確かにさ、この2つの三角形の合同をさ、今こうやって書いたでしょ、証明したのと、この2つの三角形の合同を証明するのって、まあ同じようなものだよね。はい、この時ね、こんな風に書いていいですよ。三角形 BED と三角形 ADF においても同様に考えて、同じようにね、この角度とこの角度一緒でとか、 AB から AD 引いてここ、 AC から FC 引いてここ、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいとか言って、まあ、同様に考えてあげればですね、この2つの三角形が合同だと言えるでしょと。はい、つまり三角形 BED と三角形 ADF は合同だと言えると。はい、そうすると対応する辺の長さ一緒なんだから、ここ DE の長さとこの FD の長さも一緒ですよね。はい、DE の長さと FD の長さ同じだと言えますよ。はい、そうしたら3つの辺の長さ等しくなりましたよね。7、8より DE、EF、FD、3つの辺の長さは全て等しいということが言えるから、三角形 DEF は正三角形であるということを証明できますよね。はい、ということで今回は正三角形であることの証明を一緒に学んでいきました。